皆さんどうもこんにちは、ヒカクです。本日は e フットボールリーグディビジョン1挑戦どうやっていきたいなと思っております。 e フットボールアプリ開幕から1週間ちょっとが経ち、やっとですね情報系動画が落ち着いてきましたので、久々の試合動画やっていきたいなと思います。あのコメントでもね、試合動画出してほしいですってコメント結構あって、本当に皆さんありがとうございました。ちなみに e フットボールリーグはなんとかディビジョン2までやってきたので、いやーディビ1行きたいね。でもね、行ける気がしないのよ。実はこれディビ2初挑戦なんですけど、勝ち点22ですよ。こんなん取れるか、7勝1分けとかマジでいける気がしないんですけど、まあまあまあ挑戦するのはただですから、この初戦をですねしっかりと動画でやって、最高のスタート切ってディビジョン1へ挑戦していきたいなと思います。ちなみにね、ここに来るまでにねディビジョン3で結構沼ったかな。1回ディビ4にも落ちてますし、ディビジョン3で多分2回ぐらい残留して、はい、ディビジョン2まではたどり着くことができました。やっぱりね、時間が経てば経つほど上手い人がめちゃめちゃ増えてきてますね。でちなみにですね、ガチスカはこんな感じにやってて、フォーメーションはですねアンドレ・リヒトの初期フォーメーションの 4-2-2-2 を使ってるんですけど、まあこれだったりとか、まあ、ディビ6ぐらいまでは 4-3-1-2 使ってましたし、あとはですねこのフォーメーション変更からできる 4-4-2 なんかも結構使ったりしてたんですけど、最終的にはですねこの形で戦術はショートカウンターでずっとやってますね。でね、まあ活躍してくれた選手はたくさんいるんですけど、まあやっぱりね一番気に入ってるのは冨安さん。冨安さんかなりいい感じに育成できて、なんとですね守備能力全部90乗ってるんですよね。もうほぼファンダイクです。いや僕の中でファンダイクイコール冨安さんなんで、ぶっちゃけ守備陣左からデイビス、ユカエルなんです、ファンダイクだと思ってるんで、もう鉄壁の守備陣になってますね。まああとやっぱりカンテビエラのコンビかな。この2人 AI もとにかく優秀で、結構自然と刈り取ってくれたりもしましたので非常に優秀だし、そうね、スパサブ枠で言うとジェズスかな。ジェズスもねかなり使ってて、まあバランスよく優秀なので、スーパーサブとしてはかなり使えるなってところですね。まあそんな感じかな。まああとこのピルロに関しては昨日動画も上げましたけど、あの動画の育成通りにやってますので、こちらもですね能力値バグり散らかしてますよね。っていう感じでですね試合やってるんですけど、皆さん試合やってみた感想、イーフタアプリどうですか。あのね、僕が思ったのはとにかく変わりすぎてるし、慣れるまではガチでむずいなって思いましたね。で僕もちょっとずつ慣れてきて、やっと楽しくなってきましたけど、その前に離脱しちゃう人が結構多いんじゃないかなって僕心配してますね。今作ってなかなかシュートも入らないですし、守備もですねコツつかむまでマジで難しいじゃないですか。慣れてくると楽しいんですけど、その慣れるところまでやり込むのが結構大変だなって印象ですね。いやもうちょっとねシュートとかは入りやすくしてほしいんですけどね。まあ今後のですねアップデートにこの辺りは期待していきたいなと思ってますね。まあ育成とかさ考える時間めちゃくちゃ楽しいからさ、その分試合簡単にしてもいいと思うんですけどね。まあまあまあちょっとずつ慣れていきましょう。ちなみに動画で言うとですね、やっぱ一平ちゃんの守備動画は分かりやすかったかな。まああれは最低限見ていただくと今作の守備の基本っていうのは分かってくると思いますので、皆さんもぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。ということで行きましょうか。いやあのね、皆さん分かると思うんですけど、ディビジョンの初戦ってめちゃくちゃ重要なんすよ。なのであの動画外でやろっかなって思ったんですけど、やろうよ。先に言うよ、うまいプレー一切出ません。泥臭いプレーでひたすらにディビジョン2までやってきたので、うまいプレー見せられないですし、なんなら負ける可能性の方が高いと思ってるんですけど、その壁を乗り越えるんだよ。壁を乗り越えたその先に勝利がある。明るい未来は手の中に。行きましょう。さあマッチングしていきます。緊張するな。いやいやいや、ディビジョン1上がりてえな。やっぱねディビジョン1行きましたって肩書きが欲しいんだよね。毎シーズンディビジョン1は正直僕の実力だと厳しいと思うんですけど、行くなら今よ。まだみんなが慣れきってない今、ここでディビジョン1を掴み取る。さあ対戦相手が見つかりました。行きますか。どんなお相手なのか、まずは相手のディビジョンもしっかりと確認していきましょう。ディビジョン2パッショーネさん、よろしくお願いします。だね。いやディビジョン2とかからもうめちゃくちゃ相手うまいからね。さあまずは調子ですよ。大事なのは調子。いきます。ゴー。おー、いいね。おい、全体的にめちゃめちゃいい。特にね、ザニオール今週 A なんで、絶対使うべきだと思ってますね。どうしよっかなー。とりあえずこれでいいかな。ザニオールは後半スーパーサブ的に使っていきますね。あ、そうだなー。どうしよう。ルンメニゲとムバッペ迷うけど、とりあえずこれでいきましょうか。で、お相手さんが、おー、4-3-1-2 のシンプルなフォーメーションをお願いします。僕のオブラクは、総合値99、えへん。いやぶっちゃけこれね、あの引き分けでも苦しいんだよな。もうとにかく勝たなければいけない、そんな試合になってますね。ちなみに音出し始めました。すいません、遅くなりました。さあ対戦よろしくお願いいたします。あとね、やっぱやってて思ったのがね、ビルドアップクソほど難しくない。しかもなんか変な位置で取られたりするから、
そこで取られるとね、一気にね、ま、あの失点につながるんだよね。だからそれを今作は気をつけないといけない。さあピルロからデイビス、もう一度、はい、落ち着いて落ち着いて、いいよ。うわーダメか。オッケー、絞って、まずいね。さあここリュカ、さあこっち、オッケー、ナイスカット、いいね。さあカンテからこっち、はい、ピルロ来るよ、はい、ロマーリオ、これ落ち着いて、ムバッペ、シュートウィント、シュートウィントからロマーリオ、オッケーじゃないか。いや今めちゃくちゃ惜しかったな。いや入ってもいいじゃないか。こういうシュートマジで入んだよね今作。今のねウィーレアプリだったってズドンボンバーンだからね。いや入って惜しかったけども、まあ仕方ない。さあピルロのコーナーキックから、ちなみにコーナーキックは全然入らないって言おうとしたら、入らないって言おうとしたら入った。シャオケイ、さあ先制していく。これ誰誰、ファンダイク、ファンダイク、ナイスじゃない。嘘でしょ、来た、はい、メッシでした。全然違う、全身長も何もかも違う。何を見間違えたのか僕は。さあナイスナイスナイス、さあオッケー、ナイスよ、はい、落ち着いて、さあこれ戻ります、ここ戻って。ちなみにね今作チームプレスでできたと思うんですけど、あれマジでやんない方がいいですよ、マジでやんない方がいい。今みたいなマッチアップが基本になるんで、チームプレスはガチでやんない方がいい。さあピルロ、さあ落ち着いて、一旦持ってこっち、さあムバッペ、ここロマーリオ、もう一回ムーバップから浮かすロマリオ、いやー惜しいね。今狙い悪くなかったけど、ちょっと焦りすぎたね。ちょっとウィーレアプリの感覚になっちゃってる。いや僕まだねウィーレアプリなんよ感覚が。オッケー、ナイスカット、落ち着いて、もうねぶっちゃけ1対0でも全然いい。そんな守りに入ったりはしないけど1対0でもいい。サピルド、ちなみにシュートウィントガチ強いです、はい、シュートウィント多用しまくってます、いろんないらないところでも、はい。さあムアッペ、ここ、もう一度ムアッペいけるか、いけるか、ナイス、はい、もう一回ムバッペが中、はい来た、いやーなぜ、決めてくれよそれ、打ち抜かれてんじゃんクルトは、ズキューンつって、恋だったら落ちてるぞ。うわマジか、今の決めて欲しかった、惜しい惜しい惜しい。さあピローからもう一度もう一度、あの恐怖をもう一度人類は思い出した、富安さんがシュートを打つということを、惜しい。さあナイスよ、オッケー、ナイスカット。ちなみに今のもそうだけど、相手も今の自分のもそうだけど、こういうところでのビルドアップミスマジもったいないんで、ビルドアップミスるぐらいだったら絶対的にクリアした方がいいです今作、はい、そこも注意してみてください。さあ逆サイド、ここも落ち着く落ち着く、落ち着いてしっかりパスコース見る、切られたら終わるからね、切られたらこれマッチアップで終わるから、はい、ロマーリオからここもう一回サムアッペ、シュートウェイント、あーっと待って、いや今シュートウェイント入れようと思ったんだけど、打っちまいました打っちまいました、はい、打っちまいました。待って、これあんじゃね、これあんじゃね、ナイスカット、ここで読みも大事、オッケー。さあロマーリオ、サムアップダブルタッチからもう一回こっち、いやーダメか、いやー緊張するな、めちゃくちゃ緊張する、はい、落ち着いて、取れるよ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 、いや嘘いや嘘、待って、これも出すこれも出すこれも出す、オッケー、いやこれはね正解なんです、これ正解、ちょっと待って、何、ええ何何何何、待って待って待って、どういうことどういうことどういうこと、え、ロッキー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 、え、ディビ2初戦で奇跡が起きました、なんだこれ、相手のムバッペ退場しました、何これ、意味がわからない、意味がわからんけど、多分スライディング入っちゃったのかな、いやてかスタッツ待ってくれよ、シュート6本5セーブされてるんだけど、これまずいぞ絶対に勝とう。さあそしたらそうだな、難しいけどとりあえずこのまま行こっか、今結構いい感じにいけてるんで、このメンツでそのまま行きましょう。さあいいよいいよ、攻めながら攻めながら攻めながら、全然もう 1-0 でもいい、そのぐらいの感じ、守備集中、いやでもね1点は多分取られると思う、ナイスマッチアップ、今のマッチアップね吸い付くような動きあるじゃん、ここもパスコース切りながらマッチアップしとく、オッケー、ロマリオこっち、さあビエラ、このワイドな展開、このワイドな展開、ロマリオ、嘘でしょ、ロマリオ何滑ってんの、スケートじゃないんだから、スケートじゃないんだから、何滑ってんねんマジで、オッケー、さあこれマッチアップ、ナイス、はい、やばい、ちょっと沼ってる、これめちゃくちゃ沼ってる、ナイスカット、落ち着く、一旦落ち着く、一旦落ち着く、こういうとこもねマジでカットされる可能性あるから、出さない出さないで持つみたいな意識も大事よ、はい。サビエラ、いいよいいよ、こういうとこもで、ここに入れる、オッケー、はい、だんだん分かってきたよ、やばい、読まれてるね、読まれてるけどナイス、さあカンテから前へ、オッケー、ナイス、あれよし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 、いいよいいよいいよ、待って、なんか出ちゃってる、なんか出ちゃってる、なんか出ちゃってるけど、なんか出ちゃってるけど、結果的にはオッケー。さあカンテ、はい来た、オッケー、よーし、オッケー、ナイス、サイドから崩し、シャオッケー、よし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 、いいね、
さあ2点リード、でかい、あまりにもでかすぎる。この一発あまりにもでかすぎるけど、ここマッチアップ OK。 このままディビジョン行くよ。比較間違えた、こういうのもったいないけど大丈夫、相手1人少ないからね。さあムバッペ、何してんのムバッペは。ムーンウォークするんじゃないよ、そこで何をしてる今マジで。さあここもマッチアップでやばいね、ここまずいね、うわーっとこれまずいか、危ね危ね、オッケー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 、ナイス。さあただファールが、これフリーキック結構いい位置だね、これだけは怖い。いやめちゃくちゃいい位置、外せ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 、ナイス、いいよ富安ナイス。さあそしてメッシ拾って前出す、ここワンタッチで裏抜けてるね、来たね。さあロマリオ、ここは インパクトシュートデスター、シャーオッケー、よし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 、ちゃんと新機能も使いこなしてる。ちなみにあのね、インパクト系っていろいろあると思うんですけど、これ僕の理論ね、あのインパクトシュートとインパクトクロスだけは覚えておいた方がいい、それ以外はねぶっちゃけいらん、うん、インパクトパスもインパクトスルーパスもマジでいらん、うん、これ僕の理論で、もっと上手い人は違うこと言うかもしれないけど、インパクトシュートはこういうさっきみたいな1対1の時とかに結構使えるから、そういうの使ってほしいのと、インパクトクロスはシンプルに強い。はい、ちなみに僕インパクトクロスやろうとして、よくインパクトグラウンダーパスになりますね。はい、それだけは許してください。じゃちょっと交代しましょうか。どうしようかな、あ待って、これギブじゃない、相手ギブじゃない、来たんじゃない、来たんじゃない、はいナイス。ということで初戦ギブアップで勝利して、まずはディビ2試合目勝ち点3積み重ねることができました。このままヒカクはディビ1昇格いけるのか、次回ヒカク連敗デュエルスタンバイ。